お願いします。すいません、今やった曲はニコタッチザウォールズの、マトリョーシカっていう曲でした。ありがとうございます。で自分たち、今日が初ライブなんですけど、もう口パッサパサで超緊張しちゃって、もう
歌詞が飛びそうなんですけど、まあ、頑張って歌ってよろしくお願いします。いや本当あったかいっすね。あったかいっす、あったかいっす。ありがとうございます。で、初ライブなんですけど、まあ自分もそうなんですけど、メンバーもまあ緊張してて、そうですね、ちょっと水飲んでいいですか。ちょっと水飲みますね。もうこんなねお客さんがいて、まあ、多分自分たちね見に来てないと思うんですけど、まあこのバンドいいなみたいななってくれたら嬉しいです。じゃあ次は2曲続けて演奏します。Yeah.
本当は MC やるつもりなかったんですけど、なんかつなげって言われたんで、まあ適当につないでいこうと思うんですけど、そうね、さっきね、そう中学のね後輩がね来てね、どうでもいいかね、どうでもいいね、ごめんね、もうイケメンになっちゃってね、もうかっこいいじゃんお前ね、かっこいいじゃんね。じゃあ何話そうかな。そうだな、そうだね、じゃあ自分はこのバンドに入ったのが2週間前なんですよ。そうですね、急遽なんかリーダーなんですけど、リーダーに急遽呼ばれてやってくんないかっていうのを言われて、でまあ自分はもうなんか暇人なんでまあいいですよっていうことで入ったんですけど、まあこんな早くねライブすると思いませんでしたし、まあ大変ですよね。曲覚えるのも大変ですし、まあね頑張ってるんですけど、そうですね、そろそろ限界ですよね。自分口下手なんでちょっときついですよね。はい、ごめんなさい、すいません。じゃあそうだな、そうだね、じゃあメンバー紹介しますか。あ、自分はボーカルのゆうきです、お願いします。ギター&キーボードのしゅんです。まあリーダーです、うちのバンドのリーダーです。いやー頼りになりますよ、ほんと超頼りになりますよ。で、ベースのタクです。ギターのまさきです。で、ドラムのわたるです。そうですね、こんな感じでやってますね、はい。まあ、ギターの子はすごいイケメンで、イケメンですよね、本当イケメン嫌いですもん、自分イケメン嫌いですもんね、ね。そうですね、結構そうですね、もうそろそろ終わりになっちゃうんですけど、あと5分ですかね。どうします？あ、大丈夫です。あ、すいません、ありがとうございます。そうですね、喋りだけだと退屈ですもんね、曲聴かないとライブなんで。そうですね、限界ですね。そうですね、じゃあ2人で喋っていきますか。喋りましょう、2人だとちょっと持つ気がするんで。あ、無理ですか。そうですか、ま、自分たち、閃光ライオットっていう大会があるんですけど、それに一次審査ちょっと合格して、で5月3日かな、3日に、二次審査があるんで、3時行ったら来てください、お願いします。そうですね、
しましょうかね。どうしましょうか。いや、じゃあちょっとこの時間に軽くインタビューしましょう。はい、あ、お願いします。すみません、助かります。ありがとうございます。はい、あの本当にですね、あのこのバンドの方々よくお店に来てくれます。もう本当、今週何回来た？4回ぐらいですね。3回ぐらいですね。あのっていうぐらいよく来てくれる方々で、はい。ただごめん、あの演奏で、ね、初めて聞いたんですね。ね、去年本当ないのかも。出てないよね。そうだよね。そうだよね。今日初ライブ。でなんかボーカルがちょっと大変だったみたいで、なんかね急遽変わっちゃったんだよね。さっきね喋ってたけど。そうなんですよ。急遽やってくれとか言われて。はい、あ、なるほど。そうですね。まあでもね、なんとなくまとまった感じでね、さすがだね。はい。なんかねかなり安定感があるね。あ、本当ですか。聞いてて。ありがとうございます。安心するね。ハイハットがね壊れたのはね今まで初めてですね。壊れたことがない。そうね、すいません、すいません、はい。その成功以外は何かライブとかはまだ出てない。そうですね、はい、まだまだ決まってない。はい、でぜひ皆さん、今日出演したバンドの方々、仲良くなっていただいて、本当あの横のつながりができると、なんか企画やろうと思った時にすごくいい。で、対バン探すのが一番大変なので、今日ぜひみんな仲良くなっていただいて、今日見に来ていただいた方も覚えていっていただいて、ぜひやっていただければと思います。ちなみにこの5人は何つながりなんですか？週1で、お、マジっすか。そうなの。ハイハットが触り、もう超笑顔ですね。はい、すごいね。それもう練習し放題だね。すごい。いや、初めて知った、自宅スタジオあったんだね。知らなかったよ、全然。そうだったんだね。すごい。ボーカル変わってからも結構練習した。いや、練習しましたね。そうだよね。そうですね、はい、はい、こんなこんなでですね、話しているうちになんとかハイハットの修理が終わり、大変お待たせいたしました、ライブを再開いたしました。すいません。
ありがとうございます。今やった曲はスパイアのネイキッドっていう曲と、アジカンのアフターダークっていう曲でした。で次の曲は、今までコピー曲をやってきたんですけど、次はオリジナル曲をやろうと思います。作詞は全部リーダーがやってくれてて、で作曲もリーダーがやってくれてて、で次の曲は失恋ソングです。で男の子が女の子に未練をある曲をリーダーが書いて体験談っていうか、体験のやつを膨らました曲です。そんなにリーダーは失恋はしてないんですけど、それを膨らませて書いた曲なんで、はい。じゃあ聞いてください。夜。Oh,
すいません、水飲ましてください。次が最後の曲になります。最後の曲もオリジナル曲なんで、楽しくアップテンポな曲なんで楽しく聴いてもらえたら嬉しいです。じゃあ聴いてください。ゆく春。
はい、途中でハプニングもありましたけれども無事に最後まで終わりましたね。はい、じゃあどなたか少し、さっきもちょっとインタビュー